出撃前だってのに、サオルだなんて。アイちゃん可愛いぜ。今回は2度目のバレンタインイベント、チョコ祭りだよ。チョコレート工場をチェキ。イベントは100周2回の巡回型。マナーを集めて高難易度に挑んだり、フーマンシップを収集。配布キャラはご覧の通り、お祭り仙人鶴子、褐色ちみっこパイを使いでー、特定層へぶっ刺さり。バレンタインは乙女の祭り、仙人鶴子が盛り上げるよ、わっしょーい。現在鶴子ボイス担当の方が休養中らしく、新規収録分は他の方が担当したそうな。今回のフーマンチップラインナップは、金エマ3500、覚醒中2500が目玉商品。イベント期間は1週間なので、毎日しっかり走ってゲット、毎月の交換所も忘れずに。僧侶のエッチ、流して触ってよ。ギエロセクシー。ヘロイン。配布する子の性能は固有が自分速度 20% アップ。必殺は全体2倍。自身速度 25% アップ。相変わらず速度は最速3秒速なので、ロケットを持たせ、全体の初動をグーンと引き上げるバフがかり。ロケットとコンボイ持たせ、超速コンボがあるとして運用しましょう。通常鶴子も全体だし、こっちは単体にすればいいのにとも思いましたが、ままやろ。そして今回はもう一つ。第2回人気投票開催。第1回は隠れありてごとに分けて投票でしたが、今回は実装キャラ、未実装キャラの2部門投票。超高シリーズのレジェンド3人が勝つか、オリジナルが勝つか、魔装さんが別世界でも歯を唱えるか。結果が楽しみだな、拓也。あ、もちろん私は愛ちゃんに1票。全体としてはハルカリバースが1位かなと予想するぜよ。未実装はお姉様にでも入れとこ。みんなは誰に入れたかな？それでは皆さん、お達者でー。